2024年2月、エアーグループの新年祝賀会が執り行われた。会場となったのは京王プラザホテル。躍進の立役者たちを称える新年祝賀会が今始まる。歌舞伎町から始まり、全国に多くの城を構えるエアーグループ。数々のスタープレイヤーを生み出し、20周年を迎える。そんな彼らの2023年の業績にフォーカス。2024年、新たに生まれた功績を紐解いていく。今回は下半期の業績をピックアップ。まずは組数ランキングトップ10。第10位、セレクト、立花蓮主任。第9位、オールホワイト、スメラギレオ幹部補佐。第8位、オールホワイト、ハチ主任。第7位、アート、刹那支配人。第6位、ブラックパール、風魔主任。第5位、アース、ダイヤ部長。第4位、アーチ、おとぎ夢代表。第3位、オールブラック、アイラ主任。第2位、オールホワイト、飛龍 CP。 そして下半期組数ランキング第1位は、アート、刑事主任。お疲れ様です。僕一番だったみたいな感じで、僕はずっと締め本数に興味なくて、でもなんか売り上げと締め本数の方がかっこいいと思ったから、ちょっと締め本数頑張ろうと思って、気づいたらね、まあ一番ですけど一番でした。はい、あれみたいな。はい、すありがとうございます。2023年下半期締め本数が続きまして、2023年下半期店舗売り上げトップ5の発表をさせていただきます。そして下半期店舗売上ナンバーワンに選ばれたのはオールホワイト。上半期ナンバーワン店舗リズムを抑え、見事1位を獲得した。ヒーローズの後でも7月でも1億円超えられたりとか、まあ8月になってもね、それこそ役職じゃないメンバーとかね、今月も1億期待ですよとか、まあ例取締役がなんもない新型にしたってみたりとかしてくれて、数入れてくれてね、ホワイトのなんだろ、意識とすれば1億いくんじゃなくてね、1億を継続させるっていう意識になったんで、下半期1位取れたと思います。今年は圧倒的に差を取れて、上半期も下半期もどっちも1位、ホワイトが取ります。ホワイトさん、ごめんしょ。2024年1月から飛ばしてみたい。あ、そうですね、もう今年はグループの有名の店舗、有名な店舗を使える量なんですよ。
ったらいいよ、わーっと続いて売上ランキングトップ10。第10位、オールホワイトシュート代表。第9位、オーブハルト副主任。第8位、リズムフワソレイツキ支配人。第7位、リズムハル支配人。第6位、オールブラック桜木春 EXP。 第5位、アーチ大戸木夢代表。第4位、オールホワイト有利幹部補佐。第3位、エアー慶成代表。第2位、アート刑事主任。そして下半期売上ランキング第1位はリアクト朝屋代表。下半期出てたんですよね。こんな売り上げててびっくりしてます。あんまりね、今日こだわないでって言われてるんで、こだわるのにいます。お疲れ様でした。ちなみに2023年は、やっぱり店舗が変わったりとかして、はい、いろいろ、アセア代表にとっても、動いた年だと思うんですけど、はいはいはい、どうですか、振り返ってみてどんな年でしたか？いやでも、いい年だったんですけど、逆にプロデュース側に回ろうと思ったんで、これから、逆に早く俺は裏方に回りたいだけなんですよ、タイプなんで。良かったですね、そういう意味で。そう慣れて早く。なるほど。はい、この2024年はもう始まってますけど、はい、リアクトとしての目標って何かありますか？リアクトとしての目標は、まあでもそのどこにも負けないとかは正直まだ早いと思って、まあ、フランチャイズってこれが一番、まあ、リズムにも負けないように頑張りたいなと。はい、では最後に2024年のアセア代表自身の目標をお願いします。はい、僕は6億言います。はい、はい、ください。まあ、7億言います。ありがとうございます。職業イケメンを意のままにするエアーグループ。上半期下半期を終え、年間のランキングは果たして。元祖職業イケメンルカ・カエデ率いるホストクラブエルフが新たなステージに突入。エアーグループ歴代組数記録保持者天井スバルを統括に迎え入れ、最高の教育環境であなたをサポートします。月間1700万プレイヤー代表取締役ロゼ、月間2000万プレイヤー主任祈り、月間1000万プレイヤー幹部補佐一ノ瀬はるか。夢が叶う場所はここにある。憧れのその先へ、クラブエルフ。